はい、今回は実演期がやってきましたので、その模様をお伝えします。最近国内で話題になっているディスクティラー、またはショートディスクと呼ばれる作業機です。実際使用してみてメリット、デメリットが分かりました。ただ自信を持って言えるのは作業スピード、はっきり言って爆速です。はい、今回以前から実演をお願いしましたディスクティラーをヤンマーさんに持ってきていただきました。本当はね、うちの YT5113 にセットして使う予定だったんですけど、今日一緒に持ってきた YT4104 でそのままやろうということになりました。県内にね、デモ機がないっていうことで、わざわざ滋賀県から持ってきていただきました。わざわざ遠くからありがたいです。今回使う作業機はディスクティラーという名前ですが、各納期メーカーそれぞれ違うブランドでディスクハローという名前で扱っているようです。まだ未使用の新品を、持ってきてもらったようで綺麗ですね。この作業機の幅は 2.2m です。前後2列にディスクが配置してあり、前8枚、後ろ8枚の計16枚ついてます。この 2.2m が一番作業幅が狭いらしくて、最大 5.2m まであるそうですが、そうなると海外のモンスタートラクターでないとまず作業はできないと思います。オプションの油圧トップリンクがついてますが、これは必須の装備になります。詳しくは後ほどお伝えしますが、これはだいたい10万円前後するらしいので、導入予定の方は気をつけてください。再度鎮圧の役目と作業深さを調整する油圧式のクランプラーローラーがついていますが、移動時や補助の角を作業するとき格納できるので便利だと思います。フロントにはウェイトが 500kg 追加してありました。牽引式の作業機なんで、フロントのタイヤがしっかり駆動しないと前に進みにくい上に、後ろのディスクティラー自体が 1230kg とヘビー級なんで、この機体にはこれくらい必要みたいです。では実際に補助で作業してみたいと思います。まず最初は水田跡の補助で作業しましたが、外からチェックしてみたかったので、最初はヤンマーさんに運転してもらいました。あいにくさっきまで雪が降ってたんですけど、田んぼのコンディションは良くなかったんですが、めちゃくちゃ早いですね。後で聞いたんですけど、この時でだいたい時速7キロぐらいだったらしいです。条件が良かったらね、時速10キロ以上でも行けるらしいです。7キロでもね、ほぼロータリーでの作業速度の倍ですから、これは期待できると思います。このディスクの最大作業深度は20センチあるらしいです。この辺りの田んぼは作土層が20センチもないので十分だと思います。稲株もしっかり反転させて、荒起こしには十分な仕上がりになってますね。昨年同じ時期にスタブルカルチの実演をしてもらったんですけどね、その時は作土層の下にあるでっかい石を結構掘り起こしてしまったんですが、このディスクタイプだと大丈夫でした。それにしてもこの速度なら2ターンを10分ぐらいでいけそうな気がしますね。作業時間が大幅に短縮できると思います。作業が終わりました。作業深さはだいたい15センチぐらいでいけて、しっかり荒起こしができたんじゃないでしょうか。次は小豆跡の補助に行ってみます。まず最初に補助についたらクランブラーローラーを下ろします。前後のディスクが平行になるまで油圧トップリンクを下げますが、運転席からシリンダーの目盛りが見えるので規定値まで下げていきます。初めて作業するときに最適な姿勢をチェックして数値を覚えておきましょう。
こちらもあまりコンディションは良くありませんが、どうでしょうか。胸がしっかり崩せていい感じですね。でもちょっと乾き具合がいまいちなので、こちらも様子を見ながら7キロ前後で作業してみました。この作業機は PTO を使用しない上に作業速度もめちゃくちゃ速いので、スタブルカルチと同様に燃費もかなりいいと思います。年間で換算するとかなり燃料費が節約できると思います。各ディスクにスプリングダンパーがついてますが、石なんかの衝撃を逃がすようにできてますね。たまに上下して逃げてるのがよくわかります。枕地の作業ではローラーを上に上げて隅まで作業できますね。この映像ではあまり慣れてないので端まで寄せきれてません。スタブルカルチも最近では菅野さんの製品もローラーが上がるようになってますね。残念ながら昨年にデモ機で持ってきてもらった某メーカーのスピードカルチは非対応でした。今のところローラーが油圧で上まで格納できるのは、ネットの映像で確認できたのはヤンマーと三菱の扱っているディスク作業機でした。先ほど油圧トップリンクが必要だとお伝えした理由なんですが、実は作業機の上昇だけではほとんど上がらないので、トップリンクも縮めてあげないと補助の出入り口でディスクが地面に当たってしまい出入りができないんですね。なのでこれは必ず必要だと思います。小豆の補助も作業が終わりました。ちゃんと畝も崩せてうまく仕上がってますね。それでは最後にこの作業機の現状で分かったメリットとデメリットをお伝えいたします。まず最初に導入にあたってのメリットからいきましょう。一つ目は何と言っても圧倒的な速度ですね。作業時間が半分以下になるんじゃないでしょうか。多少補助条件に左右されますが、それはどの作業機においても同じなので、やはり時間短縮にかなり有効だと思います。二つ目は燃料コストの削減ですね。作業時間が短縮する上に PTO を使わないので、作業負荷が低いおかげでかなり燃料費は節約できると思います。3つ目は爪の交換コストの削減です。ロータリーの爪は大規模に作付けしてましたら、年間に1回の交換では済まないはずです。しかも結構な値段がする上に交換時間も割とかかります。続いてデメリットについてお伝えします。1つ目は大型のトラクターが必要なことです。カタログではこの作業機は60馬力程度と書かれてありますが、作業自体はこなせると思いますが、枕地での旋回や補助から出るときに前輪の接地感がありませんでした。この作業機でも100馬力級は必要だと思いました。2つ目はディスク交換時に費用が一気にかかることです。このディスク1枚あたりの価格もまだはっきりわからないんですが、3万円前後するらしいので、単純に16枚 ×3 万円で48万円なので、上位機種ではもっと枚数が多くなりますから、この辺は耐久性との兼ね合いも含めて未知数です。3つ目はフロントタイヤの摩耗ですね。フロントがフルウェイト状態になりますから、必然的にフロントにかなりの負荷がかかりますから、旋回時や舗装路などでかなり気をつけないといけないかもしれません。はい、ということで今回はミノスアグリのディスクティラーの実演状況をお伝えしましたが、この作業機は実感としましては欲しいと思いました。まだまだ日本での実績が足りないので、耐久性など未知数な部分がありますが、何より大規模に作業するときにはこの作業スピードはかなり魅力的です。作土層が厚い地域ではスタブルカルチがいいと思いますが、この地域のような作土層の薄い地域ではディスクタイプがマッチしているように思いました。残念ながら大型機を保有していない農家さんにはおすすめできませんが、
せめて90馬力程度のトラクターを保有している農家さんはぜひ検討されてはいかがでしょうか。今農業の経営環境は年々厳しくなってきてますが、コストの削減は重要です。各農機メーカーはそのコスト削減に向けての新しい機械をどんどん開発しています。いろんなアンテナを張り巡らせて先を見据えた投資はどんどんやるべきだと思います。実は昨年の秋にこのディスクティラーの来年度の補助金の申請をしました。毎年何かとお世話になってますが、来期も無事に申請が通るのを祈ってます。と言いますか、他にも導入したいものは山ほどあるんやけどね。これだけ宣伝したんやからヤンマーさんくれへんかな。では次回の動画でお会いしましょう。